後藤康介君、近畿大学滋賀。第3レーン、土手博史君、住友電工兵庫。第4レーン、宮内海斗君、京都産業大学兵庫。第5レーン、木村美桜君、乙組高校京都。第6レーン、直木正文君、大阪ガス大阪。第7レーン、田村智也君、住友電工兵庫。第8レーン、井上昴君、東京大学京都。第9レーン、畑浦修也君、大阪教育大学大阪。以上、8名の出場です。男子 200m 競歩決勝。7レーンは田村君、住友電工。6レーンは直樹君、大阪ガス。ここから田村君が伸びる。田村君先頭、左手でフィニッシュ。フィニッシュタイムは20秒66。朝原君の大会記録は20秒73でしたが、向かい風 1.2 メートルでの好記録。まもなく写真判定中の速報が出てまいります。注目しましょう。大会記録、この記録は2000年シドニーオリンピックの年に出た記録ですが、1着田村智也君、先頭前後兵庫、20秒67大会記録更新。2着、直樹正文君、大阪ガス大阪、21秒07。3着には宮内海斗君、京都産業大学兵庫、21秒13。達成し結果は楽しみです。お待ちください。